今の黄色い乳製ホエイですねを抜く作業をしているところなんですよね。東日本大震災をきっかけに宮城県から旭川市に移住したチーズ職人の長尾英二さんです。道産の牛乳を使用してモッツァレラチーズやケーキなどおよそ10種類の自家製商品を販売しています。今はこの地にすっかり馴染み、常連客も多く訪れます。住んでるのがすぐ隣で、このケーキがすごく美味しいんですよ。うちの職員も大好きなもんですから、時々旭川出身の妻、エリコさんと二人三脚で店を切り盛りする長尾さん。13年前の記憶が蘇ります。長尾さんのふるさと宮城県は東日本大震災で甚大な被害が出ました。あの日、長尾さんは宮城県南部蔵王町にあるチーズを製造する職場で震度6強の地震に見舞われました。隣の大河原町にある自宅は水道をはじめライフラインが破壊される被害に遭いました。かなりの揺れだったんで、多分電気も水道もやばいんだろうなと思いながら家を見に行くみたいな。電気水がストップしてて、もう電気はしょうがないとしても水道がやっぱりどうしても生活に関わる部分で、私の家の周りの住宅地なんかは皆さん本当に水で苦労されてました。当時宮城県内では各地で断水が長期化しました。地震発生から3ヶ月近くが経っても川の水で服を洗う人の姿が見られました。水とかって本当いろんなところで必要で、もうありとあらゆるところで必要でしたよね。長尾さんは自らの被災体験を今年1月に起きた能登半島地震と重ね合わせています。他の災害なんか見てても常々思うんですけど、311までもうあんだけの経験してて、トイレも当然水洗だし、被災者はまた水も電気もないところに避難して待たなくちゃいけないのかい。東日本大震災では多くの人がふるさとを離れて道内に移住し再出発を図ってきました。伊達市に住む小野翔吾さんもその一人です。宮城県亘理町でいちご農家を営んでいました。いちごの生産が盛んだった亘理町は津波によって壊滅的な被害を受けました。小野さんの畑や自宅も津波によって流されてしまったのです。その後、伊達市に移住して再起を図り、今では甘くて評判の高いいちごを生産しています。まあ、正直規模が大きすぎたので現実味がないって言った方が大きいでしょうかね。本当にね、なんか小野さんは震災後長い避難生活を余儀なくされ、なかなか届かない物資の問題に悩まされたといいます。そして能登半島地震で同じ問題が起きていることに心を痛めています。道がどうしても地震で崩れたら、ね、車でも行けないし、海の方も隆起して船が横付けできないという、なかなかそういう面では、まあ、物資運ぶのは難しいのかなっていう。水と物資の輸送の問題は東日本大震災と能登半島地震で共通する問題として改めて浮き彫りになっています。今後大地震と大津波の発生が予想される道内では対策は進められているのでしょうか。釧路市内の小学校にやってきました。足元を見てみますと何やら災害用トイレと書かれています。断水によってトイレ問題が被災者を悩ませてきました。この問題を解決しようと災害時に避難所となる道内の施設では下水管と直結しているマンホールトイレの設置が徐々に増えています。これだけでも和式トイレとして使うことは可能ですが、さらに骨組みとシートを組み立てると仮設のマンホールトイレができました。中に入ってみますと両腕を広げても届かないくらい広い空間となっています。
そして中には洋式の便座が置かれていて、隣にはトイレットペーパーまで備え付けられています。今能登半島地震で問題になっている水の問題だったり、トイレの問題だったり、そういうのがいろいろ出てきていると思うので、釧路市としてはそういう課題を踏まえて見直していきたいと思っております。一方、物資の輸送は命に関わる切実な問題です。道東の浜中町は災害時に交通が遮断され、孤立が懸念されていて、対策が進められています。浜中町役場に陸路で向かうには、向こうに見える赤い橋、そしてこちらの切りタップ大橋の2つしか方法はありません。そうした中で、役場の機能を災害時にどのように維持していくかが課題となっています。役場が島の中にある浜中町、切りタップ地区には港もありますが、重機や緊急車両などを乗せたフェリーが着岸できるほどの広さも深さもないといいます。さらに2つの橋が寸断された場合、まさに孤島となってしまいます。物資を運ぶには搭載量が限られたヘリコプターに頼らざるを得ないのが現状です。この状況に町民は不安を感じています。橋2本全滅しちゃったら何もないですからね。自分の本心から言うと、茶内の方に引っ越したい。このため浜中町では物資の不足を想定し、多めの備蓄を進めています。例えば水は、この地下にタンクがありまして、そこに780トンの水が貯蔵されています。避難者の7日分の水が蓄えてあります。その他にも入浴施設を役場の隣に設置し、高台の上だけで長期間暮らしていける環境を作っています。避難生活が長期化する場合の対応について、町は模索を続けています。何ヶ月でも、対応できるぐらいの数を確保しているかと言われれば、やはりそこはちょっと難しい問題ですし、備蓄品もやはり財政的な問題もありますから、何日分の、備蓄品をどれだけ確保するかということは、今後の課題になろうかとは思っております。専門家は、別の地域で起きた災害を行政も個人も自分ごととして捉え、防災につなげてほしいと話します。北海道ですね、どこでも地震が起こる可能性がある。今回の能登地震と同じような被害を受けて、それでまあ大変な生活になる可能性はあるということでありますので、他のところでこういうことが問題になったので、じゃあ自分の家ではこういうような対策をしようということを考えるきっかけにしていただくのが一ついいのかなというふうに考えています。東日本大震災から13年、その教訓をどう生かしていくのか。災害がいつ起こるかわからない中で、対策と見直しが急がれています。